皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。今回の動画はですね、ボディビルの大会に出てる兼ね合いで、ジムに行きますと、どういうものを持って、でどういうカバンに入れてジムに行ってるのかなっていうのを今日はご紹介したいと思います。ジムのものだけを入れてるカバンを準備している人と、このお仕事カバンにジム用品を入れてるだけの方、いろいろいると思うんですが、私はお仕事カバンにジム用具を詰め込んでる形になっててですね、今日ちょっと持ってきたんですが、私が普段使ってるリュックです。メインのところは、お仕事用の例えば PC を入れたり、あとはそのジムに行く際のお着替えとかはこっちのメインの中に入れてます。プロテインだったりサプリメントについてもこっちに入れてます。じゃあまず開いていきますとですね、ちょっとこれリアルってなんですけども、Bレジェンドシェイカーと Bレジェンドシェイカーと、あとはちょっとねごちゃごちゃであれなんですけど、これ着替え式です。あとちょっとこれこう今日入れてないんですけど、洗顔セット、歯磨きセットが入ってます。これがメインで、いわゆるギア類にはこの下の靴入れのところが、そこにもう集約してます。シューズ、あとはトレーニングノート、これ汚いですね、グリップです。あと一応ベルトも入れてるんですけど、ベルトはここ1年ぐらい使ってないです。ただ念のためって感じですね。これがジムに持って行ってるものたちです。今中身ざっと今出してみたんですが、こっちのシェイカーにはプロテイン、私1回で2食分飲むので、それをパウダーと、あとはグルタミンとクレアチンを中に入れてます。こっちの方なんですけど、トレーニング中に飲む、いわゆるワークアウトドリンクをこっちに入れてます。中身としてはマルトデキストリンと Bレジェンドプレのカフェインレスのタイプのものを入れてます。ちょっと味付けというかその意味合いで入れてます。で、あともう少しさっぱりさせるためにちょっと別にクエン酸を中に入れて、これをトレーニング中ちょびちょび飲む。水500-600ミリくらいに入れてるので、少し濃い味付けにはなってるんですけど、それをちょびちょび飲みながら最近はトレーニングしてます。で、あと靴、私はトレーニングシューズコンバースが好きです。で、私足のサイズが29センチから30センチを履いてるんですけど、そのサイズでも全国割と靴屋に行けばどこでも売ってるんですね。私結構ギアで重要視してるところが、何か故障があって使えなくなった時にすぐ替えが手に入るかどうかっていうところを結構重要視してまして、靴もねある程度凝ったものを履いてた時期もあったんですけど、それをこう例えば旅先とかで壊しちゃってトレーニングできないってなるとちょっとストレスなので、パッと替えるものにしてます。なのでコンバースが好きです。あと薄い靴底のものが好きだったりするので、そういった意味でこのコンバースは、ここ靴多分2台3台くらいはコンバースで、トレーニングしてます。色はちょっとこれクリーム色なんですけど、本当は黒が好きだったんですけど、その時この色しかなかったんでこれにしました。今回のこの白のものは履いてて長いです。2年までいかないかな、でも2年くらいかな。で、それより前のものは1年くらいで、そこがこうベロンと剥がれてきちゃってっていうところ多くて、そうなってきたらもう買い替え時かなっていうところで回してます。で、グリップもいわゆるリストストラップってやつですかね、引く動作、背中の種目でよく使う、握力の補強のために使うものです。ちょっともうこれも今ボロボロになりつつあって、そろそろ寿命を迎えつつあるんですけど、そうなってもパッとジムに行って買えるくらいのものを選んでます。いいものを長く使うというよりも、多少その手が出しやすいものを回していくっていうような考え方でギアは選んでます。で、ベルトは最近は全く使わなくなりました。あえてというか、ベルトをしてこう身の丈に合わない重量を使うっていうところで結構怪我をしてたなっていうところがあったので、ベルトなしでのトレーニングをこれも多分1年から1年半くらい継続してます。ベルトつけてた時のサイズ、私は結構ねウエストが現状中細くなってたので、ベルト S サイズを使ってました。本当ならばね、これ使っていけば自分のその胴体のサイズにこうベルトが形が合ってくるんですけど、今全く使ってないのでこんな感じでぺちゃんこの状態です。私結構ギアのっていうと軽装備というか装備が少ない方かなと思うんですけど、パワーグリップは昔使ってたことがあるんですけど、あれ高いんですよ、もう壊れるんですよね。
高いし壊れるしで、どうせ壊れるならということで安く上げたいがためにリストストラップに変えました。リストラップは一度パワーリフティングの大会に出るにあたってジムメイトから学生の頃ですけど借りてちょっと練習をしたりということがあったんですけど、まあ手首は痛くなるのであんま好きじゃなかった。もうそのラップ系全部に言えるんですけど、ラップを巻かないと扱えない重量って身の丈に合ってないかなってちょっと思っちゃって、ない状態でできるそのベストの重量を追い求めた方がいいのかなっていうところをちょっと思って最近は取り入れてないというのが考え方です。これもちょっと今後ね、より体をインプルーブしたいがために、まあ、今使ってないベルトだったり今持ってないギアだったりもまあ導入する可能性はゼロではなく、私の中で全否定しているつもりはなくてですね、今後の展開としては全然あるのかなというふうには思っています。で、トレーニングノートはこれ結構年季入っても汚くなってますけど、まあ、A4 サイズ B5 サイズだとちょっと邪魔なのでそれよりちっちゃいサイズを選んでます。何書いてるかっていうと、もう多分トレーニングされてる方だとおなじみかなと思うんですけど、種目書いて何キロかける何レップを記載していくっていう感じ。まあ、こだわりとかで言いますと、目標の回数に達したら丸つけるんですよ。で、次回は少し重さを上げていいよの印で丸をつけてます。目標の回数に到達しなかったけど、前回よりも回数を更新できた場合は三角をつけてます。また次のトレーニングはその重さで目標にしている回数になれるように頑張りましょうの三角。で、何かしら調子が悪くて回数下がってましたよと×つけます。そういう感じで記録を取ってるというのと、まあ例えば10回やるときに10回同じリズムでやるか、例えば7回やってレストポーズ挟んであと3回やるかでも雲泥の差があるので、そこもちょっと書き方を工夫してます。同じリズムでできた場合はそれに対する回数、同じリズムで7回できたら7と書きます。で、そこでこうレストポーズ挟んでっていう場合プラスレストポーズで何回やったか、3回やったら3っていうような書き方にしています。通常その同じリズムでやってレストポーズ挟んでやっての合計の回数をそのレップ数とする方も多いんですけど、レストポーズ多ければ多いほど粘れるので回数は稼げるので、ちょっと記録としては弱いかなというふうにしてるので、そういうふうな書き方をしてます。大したその話ではないんですけど、まあそういうところが強いて言えばこだわりでしょうかね。というわけで、これは一応本邦初公開なんですけど、まあ、こういう装備でジムへ向かってるという紹介の動画でした。まあ、私なんかかっていう感じなんですが、まあ、参考にできるところが万が一一つでもあれば、ぜひそこは参考にしていただいて、ご自身のジムライフを豊かなものにしていただく一助になれればなという思う次第でございます。というわけで、本日の動画は以上です。ありがとうございました。